こちらの蜂蜜は全体がカチカチに固まってしまっています。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。冬になると蜂蜜が固まってしまいました。元に戻すことはできますか、という質問をよくいただきます。今回は結晶化して固まってしまった蜂蜜の溶かし方を紹介したいと思います。それではスタート。固まってしまった蜂蜜は湯煎をして溶かします。今回は全体が固まってしまった蜂蜜と、底の部分少しだけ固まってしまった蜂蜜の2種類を用意しました。こちらの蜂蜜は全体がカチカチに固まってしまっています。それではこの2つの蜂蜜を湯煎で溶かしていきたいと思います。はい、鍋に水を張って沸騰させました。沸騰したら火を弱くして蜂蜜を瓶ごと入れます。ではまずこちらの全体が固まった蜂蜜を入れます。蓋は必ず取り外しましょう。そこだけ結晶化した蜂蜜も入れます。はい、かなり溶けてきました。蜂蜜は高温になりすぎるとせっかくの栄養素が壊れてしまうので、45度くらいで時間をかけて溶かすようにしましょう。ちょっと温度を測ってみたいと思います。はい、中の温度は 44.2 度です。このくらいだったらちょうどいいですね。こちらも 44.5 度、 46.2 度くらいですね。ちょっと上がってきたので取り出します。こちらも温度が上がってきたので取り出します。はい、こんな感じで様子を見ながら少しずつ溶かしていきます。はい、そこだけ結晶していた小さい方の蜂蜜はあっという間に溶けました。蜂蜜は温度が高くなるとサラサラになります。大きい方の蜂蜜は48度あります。あっという間に溶けてもうサラサラの状態です。スプーンですくってみてもとてもサラサラです。はい、結晶化した蜂蜜を元に戻すことができました。蜂蜜が白く固まってしまうと異常が起きたと思う方もいますが、気温が下がると固まるのは蜂蜜本来の特徴で異常ではないので安心してください。蜂蜜が固まるのは糖分が結晶化しているからです。気温が低くなってくると日本蜜蜂の蜂蜜は結晶化が始まります。一部が結晶化するものや全体が結晶化するものなど、結晶化の度合いには差がありますが、基本的に結晶化します。固まって表面が白くなったり、蜂蜜の中の白い結晶をカビだと思ってしまうかもしれませんが、カビではないので安心してください。はい、今回は結晶化した蜂蜜を元に戻す方法を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。液体状に戻した蜂蜜は気温が低いとまたすぐに元に戻ってしまうことが多いです。戻ったらまた湯煎をするか、結晶化したまま楽しむのも美味しいですよ。結晶化についてさらに詳しく解説し、日本蜜蜂の飼育者さん向けに注意点なども紹介した動画を概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってください。このチャンネルでは趣味で日本蜜蜂を養蜂するためのノウハウなどを紹介しています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になった場合はいいねボタンもぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。